どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、別れの曲です。日本の J-POP の歴史でこの曲はちょっと外せないかな。オフコースのさよならをこの小さいウクレレで心を込めてガズレレ流簡単バージョンでやってみたいと思います。実はオフコースは初めてですね、ガズレレでは。小田和正さんは、何曲かやってるんですけど、はい、オフコース初めて、はい。いつものように2バージョンやりますよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン。後半はかっこいいバージョン。こっちはまあ心込めてしっとり、こう、サビにこう盛り上がってる感じとかも表現したいと思います。最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで大好きな曲。あの思い出の曲。もう人生を変えたい曲を、弾き語りがいいんですよ。あのね、カラオケで歌うとか CD とかを聴くのももちろん最高ですけど、やるっつうのがこれがまた最高です、ね。ぜひ皆さん始めてください。いいきっかけになると思います。とは言っても、ピアノとかギターはやっぱ難しい、奥が深いですよ。はい。まずね、入り口はね、このウクレレがいいと思いますよ。弦4本しかないし、簡単ですから。もちろん奥はすっごい深いんで、ずっと深められますからね。ぜひ始めてください。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、なんと、すぐ弾けるようになります。これはびっくりですよ、皆さん。はい。だからもう、あれですよ、皆さんにね、喜んでいただいても、チャンネル登録が5万人も超えてまして、はい、どんどんこれから楽しい人が増えていこうと思ってやっておりますが、もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンは、ここというところに行っていただいて、数字の1234って順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あ、できたってなると思いますんで、ぜひやってみてください。じゃあリンクあります。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック!いってらっしゃい。そこには今まで私が撮りためた650キロ、もう700曲ぐらいかな。もうアップロードされております。しかも全部ウクレレレッスン用、簡単ウクレレレッスン用動画になってますから、ぜひ皆さんどんどん音楽やりましょう。あらゆる音楽やってます。J-POP 夏メロ、演歌、洋楽、ハワイアンから、もうほんとアニメソングから映画の曲、何でもあります。さっきのリンクの下の方に行くとリストになってます。で、ご覧になってください。全部レッスン動画ですからね。さあ、そんなことで、まずはさよなら。シンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4 もう終わりだね。小さく見える僕は思わず君を抱きしめたくなる。私は泣かないからこのまま一人にして、まるで今日のことなんて思いもしないで。さよなら、さよなら、さよなら。もうすぐ外は白い冬。愛したのは確かに君だけ、そのままの君だけ。せーの、じゃじゃん。はい、さよならシンプル簡単バージョンやってみました。今のもちろん一番だけやったショートカットバージョンです。後半はもうちょっと長いロングバージョンでやろうと思うんですけど、ひとまず、テロップと一緒に演奏してもらうのも最高なんですけど、そしたらですね、
ちょっと次は書いて、それを見ながら演奏してみると、なんか全然違う感覚ですね。おすすめします。その時に私のノートを見てもらえると思います。これイントロですね。このちょろちょろちょろ書いてあるのはメロディーです。てん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 。これ参考にしてください。はい、ではこっから A メロが始まります。すごいシンプルな構成ですけど、ここに伸ばすとか書いてあります。で、よくガズレレノートでは当たり前のことなんですけど、下の段に丸く囲ってるのは後半やるかっこいいバージョンのコード進行で、ここ F メジャー7というコードで使おうと思います。まあ後でこの辺解説します。ひとまず一時停止でメモってください。どうぞ。ここからか。はい。ね。はい、じゃあこんな感じで。ここがサビですね。さようなら。で、今ここで終わったんですけど、後半のかっこいいバージョンはサビを2回繰り返して、最後エンディングの、また寂しげなところまでやって終わりにしようと思います。コード進行は A メロのところと一緒ですからね。はいはい。じゃあコードの解説いきましょう。ですね、今やったシンプル簡単バージョンは、この F メジャー7以外ですね、これですね。A マイナー、F、C、G7、E7、E マイナー、7、D マイナーです。7個。このコード、7個で、できますよ。はい。この7個のコードはいつも出てくるやつ。これガズレレ必須コード。必須って書いてある必ずマスターした方がいいですよってやつですね。コードは星の数ほどあってですね。すべて覚えようなんていうのは、ほぼ不可能に近いんでございます。ウクレレで、このウクレレでシンプルに簡単に、まずいろんな曲をやろうと思ったら、まず1個目の足がかりに、このガズレレ必須コードの8個のコード。これね、ガズレレ必須コードって何のことかっていうと、8個のコードの入門コードのグループです。それを最優先で覚えると、ガズレレ YouTube チャンネルと一緒にできるのはもう8割9割一緒にできますから、最初に覚えてください。以前私がこの8個のコードをめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここに貼っておきます。ここでコードを勉強してください。楽しく楽に覚えるのが肝になります。はい、そういうわけでお願いします。はい、じゃあここからかっこいいバージョン入っていきますよ。かっこいいバージョン。かっこいいバージョンは、F メジャー7。この F メジャー7をたまに入れる。これが渋い。F メジャー7っていうのはこのコードですけれども、はい。ちょっとこれ5フレットは遠いでしょ。ちなみにいつも言ってますけど、大文字の M はガズレレだメジャーと表記して、小文字の M はマイナーってことにしてる。A マイナー、F マイナー7、F メジャー7ですね。はい、じゃあこれ解説。まず押さえる場所。ですか？こことここです。このボタンがついてるの1、2、3、4、5フレットなんで、ここ、こういう風に、この2個ね、上の2個を、こうやって押さえるのをおすすめしてます。この人差し指をフリーにしといて、次のコード進行の時に、これ足掛かりにするのにいいんで、これで、はい、やってみると。なんとも言えないこの F メジャー7の渋い響き。これを活用したいと思います。はい。でですね、リズムはですね、ここにも書いてあるんですけど、アルペジオと16ビート、合わせ技でいこうと思います。まず A メロの最初は伸ばしっぱなし。で、この辺はアルペジオになって、それで、僕ら、盛り上がって僕らはなったら16ビートなんですけど、ちょっとね、落ち着いた感じの16ビート。ちょっとここの練習してみましょう。A マイナーコードを押さえて、ドン、ダン、ダドン、ドン、ダン、ドン、ダン、ダドン、ドン、ダン。これ16ビートなんですけど、ちょっと落ち着いてるでしょ。口で言わないと。ドン、ダン、ダドン、ダン。これアクセントだけで表現してます。ドン、強弱で口で言うと、いい練習になると思います。こうです。ドンバンダドンバンドンバンダドンバンスタドン。こう口で言ってみるとです。今ドンがちっちゃく、バンが大きいです。ドンバンダドンバンダドンバンダドン。こういう風に体ごとこう揺すって、こんなリズムで16ビート。でサビ、これがね面白いですよ。サビは、もうもちろんこれ皆さんご存知ですよね。ここ見てください。さよなら、さよならのとこ下、ダーダー、ダーダーって書いてあります。まさにこの読んで字のごとく、こうです。さよなら、さよなら、さよなら、これ、ダンダンチャ、ダンダンチャ、これでいこうと思います。なんでいろんな要素がこのリズムに入ってきてるんですけど、まあこうです。アルペジオと16ビートの独特のやつと、ダンダンチャっていうのは、まあチャも入ってきますからね。まあまあこの辺は、やっぱリズムのいろんな勉強しないと、ちょっとあれかなってことで、はい、ここ。このリンク先行ってください。このリンク先は、ガズレレのホームページの1枚で、リズム、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚で、その中から、アルペジオとか、16ビートとか、まあそういうところこう、項目に分かれてますから、リズムいろいろ見てください。その中にさっきの、ジャージャーカッ、ジャージャーカッとか、このチャとかもカッティング、この辺に書いてあるかもしれません。あと、チャ
ャもね応用できるかな。まあ一回ちょっとデモ演奏を見といて、ちょっとこの私の手の動きとか見てね、チャとか入れるタイミングとかを掴んでいただけると思います。はい、まあなんかこれはハッピーな曲という感じではなくてですね、その曲をあえてウクレレでやるっていうことの、なんていうのか、チャレンジというか面白みがあると思います。はい、じゃあそんなことを踏まえながらですね、 あとそうだ、一応言っとくと、よく見るとですね、こういうところ、簡単バージョンでは C でやったところ、C、C、C、G7 とか、ちょっとこの細かく違ってるところあるので、テロップで確認しながらやってください。それでは、やります。さよなら。かっこいいバージョン。やってみる。1、2、3、4。私は泣かないから、このまま一人にして、君の頬を涙が流れては落ちる。自由だね、いつかそう話したね、まるで今日のことなんて思いもしないで。さよなら、さよなら、さよなら、もうすぐ外は白い冬。愛したのは確かに君だけ、そのままの君だけ。さよなら、さよなら、さよなら、もうすぐ外は白い冬。愛したのは確かに君だけ、そのままの君だけ。外は今日も雨、やがて雪になって、僕らの心の中に降り積もるだろう、降り積もるだろう。せーの、じゃじゃん。はい、さよならオフコース、かっこいいバージョン、ちょっと長めのロングバージョンでやってみましたけど、もうこう、なんていうの、細い糸をこう綱渡りで歩くような、このあの寂しさをね、このウクレレ一本で表現できるっていうのは、これはなかなか楽しいですよ。だからこれは上手下手とかじゃなくて、この感情をこうどこまでこう表現できるかっていうところなんで、きっとですね、あの初心者の方でもこういう感じの表現はできると思うんで、ちょっとね、あの音楽をこういろんな角度から、ね、楽しんでやってみてください。あ、よかったです、これ。はい、楽しく音楽やりましょう。できる方教えてあげてくださいね。はい、ガズレレではいろんなことやってます。イベント情報はもちろんなんですけど、こうウクレレとか T シャツの販売だとか、ストラップだとかもいろんな情報あります。最新情報、本も出してますからね、ご覧になってください。最新情報どうぞ、ガズレレホームページご覧になってください。どうぞ、こちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい、でイベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。はい、その後の予定もバーッと書いてありますんで、チェックしておいてください。詳細はホームページに書いてあるんで、よ
ろしくお願いします。そのイベントが続くと何に向かっていくか、はい、こちらです。2019年9月1日日比谷のヤオンデガズレレ、こちらですね。もう始動し始めてました。今もうちょっとするともう本当にあの詳細公開されるんですけど、今しばらく待ってくださいね。でホームページに行くともうその特設ページは一応できてるんで、ちょっと一回覗いてください。随時更新してます。今はまだあんまり情報ないですけど、 LINE アットなんかはホームページのトップページに出てますんで、 LINE アットで、最新情報ゲットしていただく、これもお願いいたします。でですね、ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生って、まあ、僕がね白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることがあって、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、もう全国の本屋さんで注文など、あの書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリットムジックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部、もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこのね、これです、これ。はい、ガズレレ歌、こんな感じで出てます。一冊につき50曲入っていて、ボリューム5まであるんで、僕250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん CD も出してるんでね、レッツゴー最高、これ CD なんですよ。こっちかっこいい版と、練習版の CD、これが、ね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください、お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いいたします。ああ、もう盛りだくさんですよ、もうガズレレで、もうね伝えたいことがいっぱいです、ね、大変です。フォローしておいてください、ホームページ見てください。それではまた音楽で楽しい時間いっぱい過ごしましょう。皆さん楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やし、自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。